なんとデモカーが出てきてしまったので、今これかフロントアンダースポイラーガーニーフラップみたいな。はい、まさにガーニーフラップでございます。あ、ガーニーフラップやん。これ出口だけこのあれが選べるってこと？これがですね、いや加速いいぞ。いいですね。うん、いや狭い道めっちゃいい。皆さんこんにちは。ということでですね、今回も野尻の新型車に乗ってみたいシリーズということで、お前新型じゃねえだろと早速ね突っ込みたい人もいると思うんですが、知ってますか、僕あの N1 オーナーズカップ1回だけ出たんですよ、うんうん、動画出しましたよね。でですね、それとは別に思ったんですよ、 N1 をねオーナーズカップの車以外で公道で乗ったことないなと思って、なんか見たなと思って言うだけただなんで、とりあえず言ってみたら、なんとデモカーが出てきてしまったので、これをちょっとおかしいいただくことになったんで、これでちょっと走ってこようかなと。なんか今パッと見るだけでも結構そのノーマルと違うというか、もう忘れたけどねN1 出た時のどんなだったっけあれ。まあ割と外装はほぼノーマルだったんじゃないですかね。そうだよね、はい、っていうとこのカウルたちは前乗った時はついてなかったかな。おそらく乗った車両にはついてなかったのではないですよね。ホイールも、ホイールも違いますね。あとは間違い探しみたいになってんじゃん、野尻のわかるかなシリーズ。まあまあまあ、このまんまだと多分探してるうちに日が暮れそうなんで、はい、早速細かく見ていきましょうかですね。野尻チャンネルというわけで、はい、じゃあ早速乗っていきましょうか。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、まだ車見てないんですって、はい、乗りたいんだって早く乗せてよ。あ、そうなんですか、はい、乗る前に一応ほら視聴者の方は N1 が何だか分かってない人もいるかもしれないじゃないですか。そうそう、ね、視聴者の方はね、外がやっぱ大事ですからね。一応この N1 っていう車自体が、うん、今この目の前にある2代目ですかね。タイムレスデザインといって色褪せないデザイン、うん、古めかしく感じないデザインということで、デザインはそのまま残して2代目になったと。変わらないのも大事ですね。そうです ね。ちなみにこれ RS ってなってますね。そうですね、スポーツグレードですね。ですよね。でまずは、まず無限性だと、そうですね、今これかフロントアンダースポイラー、いわゆるチンスポイラーみたいな、うんうんうん、これだけでやんちゃスタイルみたいでかっこいいですよね。ね、車高もね低く見えるしね、はい、すごく。あとは、あとは横に来るとホイールが違いますね。これが無限性のアルミホイール FR8 という単造でございます。おいくら万円で？こちらがですね、なんと1本あたり96,000円。安い、高いあと横のこれも、そうですね、サイドスポイラーですね、うん、これも無限さんのパーツになります。でこのステッカーというかボディデカールステッカー、こちらも無限さんのパーツ。これつくとかっこいいですね。うん、阪神タイガースって言ってましたね、さっき担当者が島次郎じゃなかったな。そうですねいやこの車だけなのよ、だとしたらこれはさ、やっぱ万能だよね。ドアハンドルプロテクターという、はい、傷つかないやつね。はい、だいたいね3年ぐらい乗るとなんかもうここ傷だらけになってきて、うんうん、これ新車からほど遠いなみたいなねがっかり感出てきちゃうのよ、こういうの貼んないと。それが貼ってあれば最悪それに傷がついたって。そうそうそう、売るとき剥がせばいいんだもんね。そうですね、うん、あとは、あとはまあドアバイザー、これだ、いつものちゃんとテストして車内の空気をこう抜けやすいようにしてるみたいです。なんて言ったって商品名ベンチレーテッドバイザーですからね。あららら、らそんな長いんだ。そうなんです、横文字で横文字最近わかんないよ。これはミラー暴言ですか？そうです、こちらもですね横文字になります。ハイドロフィリックミラーです。いいんだって暴言でわかるじゃんハイドロ、ハイドロフィリックミラーです。でもやっぱそのブルーとかになるとちょっとカスタムパーツ感出てかっこいいですよね。確かに無限ロゴまでしっかり入って。ああそうそうね。これはここは何？ドアミラーステッカー。これはステッカーなんだ。一応それ汎用品で。いいじゃんこれも。あとは？あとはもう横はないのかな。リアも同じホイールですね。え、この羽は？リアウィング自体は RS の純正です。あ、RS はこれってことか。そうですね。RS はグリル、リアウィング、そしてアルミホイールの3点変更になってますね。ただこの羽も無限性パーツがついてます。どういうこと？よく見てみてください。あ、これか。これ？そうです。ガーニーフラップみたいな。はい、まさにガーニーフラップでございます。あ、ガーニーフラップなのこれ。はい、これ効くらしいですね、これのあるなし。効きますよね、ガーニーは。なんかそんなになんていうのかな、ものすごい大きくないじゃないか。本当になんかちょっとこうカスタム感が出てますみたいなさ、スタイリッシュな感じも出るしさ、はい、ゴリゴリ系ではないね、ここはね。そうですね、これがなんかスマートでかっこいいなと思う。うんうん、あとナンバーのこれ。そうですね、カーボンナンバープレートガーニッシュ。僕の車にもつくかな。これつくんじゃないですか、さすがに、ね、これは、はい、
メタルロゴエンブレムというですね製品でございます。こういうのってみんなどうやって水平っていうかこう上手に貼ってんの？なんかあのマスキングテープとか駆使する人いますよね。あ、本格的だ。テールランプの下端からあっち側のテールランプの下端に向かってマスキングテープ貼れば水平取れるじゃないですか。そうだよね、はい、僕さあのヘルメットのさバイザーステッカーあるじゃないですか、うん、あれも本当はちゃんとセンター出しとかをして貼りたいんだけど、うんうん、って貼ってるから目犬なんですねそういうのは良くないね。こういうのはね、そうですね、ダサくなっちゃうもんね、はい、やっぱ気持ちよくつけていただいて。そうだね。そんなところ、はい、まだあります。忘れ物がありますよ。 N1RS スポーツグレードですよ。スポーツカーといえば買える場所ここですよ。ここ、あ、マフラーが違う。そうなんです。カーボンじゃないここ。そうなんです。これ無限さんのスポーツエキゾーストシステム。 こっち側だったらさロゴも入ってるよ、ほら。あ、え、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。これ出口だけこのあれが選べるってこと？これがですね、そのフィニッシャーと言われるエンド部分ですね、はい、ここがカーボン、チタン、ステンレスと選べるらしいです、うん、で、これはカーボンのモデルですね。チタン、ん？チタンですねいや、チタンっすねって何ですか焼き色入ってます？色入ってます。あ、じゃあチタンっすな今もしかして僕の後ろに無限の担当者さんいると思うんですが圧かけてます？かけてないです。大丈夫ですか？タイプ R もなんかチタンのやつがいいかもしれないですね、もしかしたら、ね、あー、なるほど焼き色入ってるやつ。じゃあちょっと車内見ていきましょうか、はいはい、フロアマットがまず目につきますね。そうですね、無限のフロアマット。ちなみに RS になると見たよ、こういうところですね。マニュアルじゃん、めっちゃ CVT じゃねえじゃん一気にドライブが大変な気持ちになってきたけど、エンストとかしたら絶対使うじゃんだって。ええ、それが嫌なのよそれがおかしい。プレッシャーと戦ってんじゃんこっちは。ほらやっぱお約束みたいなところあるじゃないですか。やんないよまあまあまあ置いといて、これ見てください、シフトノブ。シフトノブね、無限のやつね。はい。あ、ペダルも。そうですね、このペダルも無限のオリジナルのペダルですね。ギアの通しやすいようになってる、ちゃんと。ちょっとやっぱアクセルペダル右側に、あ、左側に延長してて、ね、あとはね、そのさっきも言ってましたけどフロアマットも変わっていたりとか、うん、N1 はね後部座席も広いので後ろのフロアマットも変わってますね。待って、ちゃんとポジション取ろう。165cm のノジリの身長のポジションだとまあまあ何でも広くなっちゃうっていうのはまあちょっとあるね。いやでも広いですね。まあそうだよね、はい、K のさ、はい、ナンバーじゃなくてもさこういうぐらいのサイズ感の車でさ後ろ狭みたいな車ってたくさんあるもんね。ですね。そう考えると広いよね、十分だよね。とあとね、 N1 売りなのはこのドアがめっちゃ開くっていう。すごいね、知らなかった、はい、ほぼ90度まで開くんです。なんでやっぱ乗り降りしやすい、ちっちゃいお子さんとかでも ね、そうなんだ。そうなんです。ちょっとじゃあそろそろ乗り行こうぜ。本題行きますか。乗り行こう、ドライブに行きましょう。行こう、のじチャンネル。はい、じゃあ行きましょう。はい、お願いします。エンジンスタート。ういなんか随分やる気の音してる。大丈夫これ、お家いっぱいあるよこの無限のマフラーすごいですね。ちょめちゃめちゃレーシーだぞ。危な、クラッチこれ普通の、これってクラッチは普通なんじゃないですかね、さすがに。ワンワンってなっちゃってるけどいや加速いいぞ。いいですね、うん、軽自動車っぽく、うんうん、圧倒的にパワー足りてないよねみたいな加速感じゃないじゃん今だって、ね、まだなんかパワー持て余してる感じの、でも結構いい加速してたから、はい、よかったよね加速はね、うんうん、このトルク結構あるぞ。いや本当そうですね、うん、この間ね N1 オーナーズカップはやっぱ CVT だったし、はい、まあやっぱサーキット走るとちょっと違うのかもしれないけどね、この一般公道の20キロ40キロの加速みたいな、うん、その辺の加速がまあ多用するわけじゃないですか一般道って。そうですね、その辺はすごいいいですよね。ちなみにシフトフィールいかがですか？結構しっかりですね。そうね、かわいいね。出遅れてんじゃん、これがマニュアルの良くないとこだよマニュアルのっていうか野尻智樹の良くないとこになってんなこれは。でも N1 ならキビキビ加速するから大丈夫ですね。そうですね、一応ですね、ちなみに N1 CVT 車もこちらもらしいんですが、ターボの下級圧をなるべく下げないようにして、うん、どっからでもトルクが出て加速できるみたいな機構が入ってるらしいです。そういうことなんだね、はい、キビキビ走れそうですね。走るね、うん、
あとその他ですね、運転支援機能もいっぱいついてて、カーブするときに左右輪のブレーキのかけ方っていうのを機械側が勝手に制御してくれて、最適な回転半径になるように調整してくれるらしいです。いいね、運転が面白くなるね。そうですね。でこれもやっぱ価値観だよね、うん、自分で1から10まで操作するのがもう最高に楽しいっていう人はそうだし、うん、上手に走ったのがもう快感っていう人はもういるわけじゃん、はい、そうですね。僕はどっちかっていうと後者だけど。おお、ということはこのアシストたちは、うん、最高に言う。でもこれはいろんなやっぱ走らせ方でアシストの入り方の最適な量って違うわけじゃないですか、はい、そりゃハンドルの切り方だったり曲がるスピードが違うわけではね、アシスト必要な量だって変わるわけじゃん、はい、そこそんなにアシストしてほしくなかったなみたいな瞬間にもアシストが入っちゃったりするかもしれないからね、うんうんうん、だけどうまく走れたら僕は楽しいからな、それの方がいいかな。やっぱでも軽走りやすいね。ああそうですか、うん、ちっちゃい車のがいいと思ってるから意外とね。あそうですか。選んじゃったけど、はい、例えばさ、なんでそこにさ路駐すんのみたいな人もいるわけじゃん。いますね。そういう時にスイスイっとこうクリアできた方がいいじゃん、うんうんうん、そういうのはやっぱこうちっちゃい車の方がしやすいよなっていうのはよくありますね。なんか最近やちょっとずつ考え方も変わってきてさ、はい、こういうちっちゃいのもいいなってすごい思うんだよね。ちなみにこの車モデュロのサスペンションに変わってるのと合わせて無限のパフォーマンスダンパーっていうのも前後に入ってるみたいです。あー先に言ってくれよそれで乗りやすさみたいなのもあるんだな、これきっと。なんか全部姿勢がシャキッとしてるような。してる、はい、何車種か乗らせてもらったことあるんですけど、いや全然いいんだよね。ちゃんとタイヤに負荷がかかるようになるっていうかね、結構車体の振動とかも影響してる気がするんだよね。レースの車でもそうだけど、車が振動しちゃってる時っていうのは総じてグリップ感は得られないんで、はい、そういうものを結構消してってる気がするんですよ、パフォーマンスダンパーって。それによって、うん、まあ、剛性とかもそうなんだけども、タイヤ通して伝わるフィーリングを、はい、ドライバーが感じやすくさせるというかね、そういったところがあるのかなとは思いますね。いやこれね結構やっぱ感度あるんですよ、パフォーマンスダンパーって。まあ今日はね乗り比べしてないからあれですけど、はい、乗り比べとかした時があって、はい、全然違いますから。へえ、静粛性とかも変わりますよ。あえそんなとこも変わるんですか、うん、お値段は、まあ、それなりにはするかと思うんですよ。ですけどやっぱ そんだけ出して結構さ、あこんなに変わるんだっていうのってなかなかない気がするんだよね。マフラーだったら音が変わるとかすぐあると思うんですけど、はい、僕はこう乗っててどう感じるかの方が気になっちゃうタイプなんで、うん、はい、なんかその辺はやっぱりすごいコスパがいいというかね、これ入れたらこんな乗り味変わるんだみたいなね、それはね僕は結構好みな、本当に走りに直結する部分だからさ。いや狭い道めっちゃいいさっきのアコードやっぱでかかったね何のストレスもないもの。新しい車も乗ってみたいシリーズ、うん、N1 も1個乗ってみてよかったかもしれないですね。よかった、知れたもん、こんな感じなんだねっていうのが。軽だから走りが良くないっていうのもやっぱ違うよなって考えさせられますよね、うんうん、やっぱ今の時代何でも兼ね備えないとダメなのかもしれないですね、うん、のじチャンネル。はい、 N1 RS 乗って帰ってきました。すごいキビキビ走ったのにびっくりしましたね。加速も良かったしね、走りも楽しめて、なんか両立できるなみたいな。ちっちゃいからね、この辺の今ね撮影してる場所結構周り細い道なんですけど、うん、軽でねちっちゃいともう本当に楽、僕ですら楽だなと思うんで、あんまりね今この性別で分けるのは良くないのかもしれないけど、運転が苦手な女性の方とかねいらっしゃったら、まあこういう小さい車の方が乗りやすいだろうし、うんうん、でも旦那さんはね走り楽しみたいんだみたいな人もいるかもしれない、うん、時は N1 の RS とか結構やっぱおすすめなのかなと思いますね。僕はでも CVT かな選ぶなら実際オーナーズカップで CVT でも走ってるわけですけど、うん、実際どうでした、スポーツできました？もちろんねこれはマニュアルなんで よりそういう風に楽しみやすいかなと思うんですけど、 CVT でもまあ全然大丈夫かなという気はしますけどね。まあでもそれはその人それぞれのね
価値観ですからね、スポーツカー、ね、マニュアルでもうガンガン行きたいぜっていう人はそういう風にの車乗ったらいいと思うし、まあその人の価値観に合わせてっていうところで、まあ一つ N1 っていうのも大切な選択肢だなという風に思いますね。思ったのはやっぱ K は K でいいとこあるから、もうゆくゆくトランスフォームしてほしいね大きい車乗りたいもん。だけど狭い道苦手だからさ、はい、そういう時はボタン一つウィン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 ってちっちゃくなればもう完璧。あの空飛ぼう。さあそうだね、空行こう。空だ、今は空の時代。ホンダジェット、そうですね、ご購入くださいどういうチャンネルまたこの企画続けていくと思うんで、今回の動画ご覧いただいた方でよかったなと思う方はいいねとチャンネル登録、そして、コメントにも感想などなどよろしくお願いします。というわけで今日は以上になります。ありがとうございます。バイバイ。